これはねマジでいろんな番組でマジで言ってるんですけど、なんか分かんないんだけどこっちがうまいみたいになってるんですよ、ね、俺マジでそれがイラついて俺がうまいんだって俺がこいつが言うことをまた突っ込み終わるぐらいの言葉で俺が言ってる。わかるよ。わかるよ。わかってる。こんなもん何にもネタもこんなもんって言うやもんね。やもなのよ。土は土でうまいの。いやでも確かにその時にねちょっと言ってくれればいいのね。そのいやそれは花さんあってのですよとか言ってくれればいいけど。時間の調整だけ言うんですよこいつ。寄せの時間の調整だけうまいっす。あの時はめちゃくちゃ褒めてたけどなんであれじゃ満足じゃなかった。あれじゃ満足じゃない。足りないよ。足りないんだよ。足りないよね。足りないんですよ。もうそうでしょ富澤さんも。いやわかるわかるそれはね。でもそれを言い出しちゃうとカッコ悪いじゃん。いやもうだってこのまま死ぬの嫌じゃないですか。誰にも最近おかしいよ。疲れてるよそれは。鼻がおかしいんだよな。分かっててボケてんだみたいなこと漫才中に言い出すし。それ言っちゃったわ。俺はバカじゃねえみたいな。そう。バカに見られたくないって言い始めて。でも十分評価されてる。もちろんね。もちろん鼻くありきで。ツッコミだけも言われるのなんてここ何年かじゃない？そっちの方がやりづらいですよね。デビュー当時ぐらいの時なんてもうボケの人しかみんな見てないぐらいな。まあそうですよね。感じだったと思うんだけどね。献身的な話じゃない？やっぱツッコミの人って結局は。献身的な話になるじゃん。その富澤がボケてそれをなんかお客さんに伝えるためにって。でもボケの話になっちゃうとなんかお客さんを笑わしたくてなんかおかしなこと言おうかなと思ってるんですよ。なんかもうこれって全然かっこよくないじゃん。ツッコミの人の話がずるいんだよね。だからなんかそのもうシステム的にツッコミの話は美談になるのよ。そうですね。かっこよく見える。かっこよくないよね。どうやってボケてんの。いややっぱり一番そのね目の前にいるお客さんを意識して笑わしたいなと思って。ここでボケると変な空気になるって言われるでしょ。そうそうそう。だからもう何もできないですよ。こうも見えてもすごい。こう見えて4番岡本スタメンだろ。絞れよ。どれだよ。ギャラを上げる。はい。